どうもこんにちは。そっか塾の久保でございます。今回ですね、FX について、まぁ二つね、ちょっと考えてみたいことがありましたんで、動画にしてみました。まず一つ目なんですけども、FX の障害収支。これどういうふうになってるのか気になりますよね。今、現役で FX をされてる方、もしかしたら辞めちゃった方、まあいろいろ状況はあると思いますけども、一体アンケートの結果ね、まあ、これ一つのアンケートですけども、 どういう風になってるのかってことを今回まとめてみました。えっ、ー、とね、勝ち越してる方が31.1%で、負け越してる方が38.9%。それからですね、まあ多少負けてるかな、もしくはプラマイゼロかな、手数料ぐらい払ったかなって方が20%というね、まあなんとも曖昧な数値になってるんですよ。まあこれは仕方がないですよね。うん、あの、勝ち越しって言っても、1円でも勝てば勝ち越しなのか、それとも、まあそこそこね、 10万、20万、30万で勝ち越しと言えるのか。うん、この辺判断が分かれるところなんで、正直にアンケートに答えてくださってるとはなかなか思えないんですよ。まあ、というところでですね、副収入として効果のある勝ち越し額ってのどのくらいかなっていう設定を、ちょっとね、ここら辺で考えてみないといけないかなと思うんですよ。まあ、私としてはね、年間で500万ぐらい、うん、これ、FX で利益が出たら、 副収入として効果のある勝ち越し額なんではないかなって気はするんですけども、もちろん年間で100万とか200万でもいいと思うんですけどもね。うん。ただどのくらいが自分にとって副収入として求める額なのかっていうことを、まあこれはね、FX においても設定しなければいけないかなというところなんですよ。やりながらなんとなくでは絶対にゴールにたどり着かないと思うんで、FX をする以上、年間で副収入10万にするぞとかね、100万は稼ぐぞとか、 いやいや、1000万を稼ぎたいなとかね。もうそういう風に安定して稼ぎたい金額の設定。まずはゴールを決めること、とっても大事だと思います。まあそれによってね、継続年数ってのも、うん、変わっていくと思いますんでね。まあ私たち3年ぐらいはね、やった方がいいかなと思うんですけどね。3年ぐらいやって、3年目に年間で500万達成できれば、まあ頑張れると思うんですけどね。皆さんいかがでしょうか。はい。じゃあ2つ目のね、クエスチョンなんですけども。 FX の継続率についてもちょっと考えてみたいと思います。ここに一つのデータがあります。FX を始めるぞーってからね、始める方結構いらっしゃると思いますけども、だいたいね、半年以内で24.72%の方が退場してるんですよ、うんあ。ちなみにここで FX を継続してると言えるのは、毎日何らかの形で FX に関わってるということにしましょうか。例えば、週末の土日だけ、 fx のことやってますよっていうのでは、ちょっと fx を継続してるとは言えないのかなと思うんですよ。まあ日々ですよね。毎日相場があるわけですから、毎日 fx の用語を一生懸命覚えようとしてるとか、チャートを見てるよとか、相場を、解説をなんかね、えー、取り入れて見てるよとか、相場解説受けてるよ、コンサル受けてるよみたいなの。こういうのもろもろですよね。うんまあ、こういうので、毎日なんかで fx に関わっている方は fx を継続してるというふうに考えていただきたいと思いますけどもね。じゃあ、 一年以内での退場ってのはどのぐらいいるんですかってことですよね。まあ一年ぐらい FX をやってるんだけども、うーん、なんかぼちぼちモチベーション落ちてきたなっていう方は、やめちゃった人に分類されると思いますけども、大体ね、一年以内で7割ぐらいの人が退場してるんですよ。ねやっぱり、なかなかチャート見てもわからないし、解説聞いてもわからないし、理解できないし、勝てないしってことなんですよね。で、なんで理解できないかっていうと、基礎用語が入ってないから、 うん、なかなかね、解説を聞いても一体何を意味してるのかわかんないんですよね。そして基礎概念が入っていないから、チャートを見た時にただ線がうようよしてるとしか思えないんですよね。この辺ね、基礎用語がきちんと頭に入って、そして基礎概念、テクニカルのいくつかの方式が頭に入ると、チャートを見た瞬間にその後の波形も大体予想がついていくんですよ。そうなると、やめずに済んで2年目、3年目っていうところに行くんじゃないかなと思いますけどね。はい。 そしてね、私は FX を開始して、私はね、今6年目なんですけども、なんと6年以上続けてる人って約1%なんですよね。これ私もね、ものすごく実感するんですけども、ある FX のコミュニティに入ってたんですけども、1700人でスタートしたんですけども、1年後に残ってる人は100人いなかったんですよね。まあ、そう考えていくと、まあ本当に5、6年続けられてる人っていうのは、まあ少なくとも、 マイナスにはなっていない。勝ってるから続けられると思いますしね。あと逆に言うとね、いっぱい勝ってたらもうやめてると思うんですよ。それこそ1億円ぐらい勝ったらもう FX やめちゃってるんじゃないかなと思いますけど、まあ分かりませんけどね。私はまだ FX では1億円以上勝ったことはありませんからね。累計でいくらだろう。3000万くらいかな、うん。まあそういうことも今,今後ね、ちょっと考えていきたいと思いますけどもね。で、その中でね、あの、勝っていれば続けられると思うんですけども、ここ赤で書いてますけども、 負けながらも勝つことを信じて、もしくは楽しみながら続けられる人のコツってのはどんなところにあるのかなってことね、ちょっと皆さんと一緒に考えてみたいと思います。というところでね、今回2つのテーマを元に話してみました。1つは、FX の障害収支ってどのぐらい目指してます ?FX の、うん、復収入収益っていうのはどのぐらいだったら、まあ FX で勝ってると言えるかなその金額ですよね。年間でいくらかなとかね。 月間でいくらかなみたいなので、ちょっと考えてみたいのと、あと一つはね、FX の継続率なんですけども、負けながらも続けられる、そのコツってのはなんかないのかなと。どうやったらモチベーションが落ちないのかなってことを考えていきたいと思います。これね、ライブ放送で、えー、今度火曜日ですよね。4月の12日21時から、あの、舞姫大学の奈美さんと一緒に、こういったテーマ、諸も々ろもろ、その他のこともね、FX のことをいろいろと取り上げながら、 ライブ対談をさせていただこうかと思いますんで、よろしかったらね、そちらの方来てください。必ずね、皆様の FX を続けるため、そして勝つためのヒントがたくさん見つかると思います。また、事前のクエスチョンも募集してますので、こんなことを話題にしてほしいよっていう方がいらっしゃいましたら、メールの方でね、お寄せいただければと思います。えそれでは動画 URL に、当日の Zoom こちらのね、参加 URL をつけておきますので、4月12日21時から、ぜひね、一緒に勉強していきましょう。 ライブ中にご質問いただいたらそちらの方にも答えていきます。そして YouTube にもその後アップする予定ですけども、これ無料になるかどうなるかわかりませんのでね、もしかしたら有料にするかもしれませんので、そこはご容赦ください。それ内容によってね、有料にするか無料にするか私が勝手に決めさせていただきます。それでは本日のお知らせは以上です。4月12日21時からお楽しみに。